今日はルミックスのカメラのどうしても許せないところを語らせてください。どうも、ケイスケです。今日はもうお題にもある通り、最初にも話した通り、この僕の持ってるルミックスのカメラ、まあ、特に僕が使ってるのはルミックスの S5II っていうカメラなんですけども、まあ、これかなり使ってきてもう約1年、あれどんぐらい使ったろう、まあ1年以上使ってると思うんですけども、そのぐらい使っていて、でやっぱ許せない部分がちょいちょいやっぱ使い込んでくるとあるので、そこをね今日はちょっと動画にしたいなと思って動画にしています。前提としてルミックスのカメラ嫌いなわけじゃないです。むしろ大好きで、このルミックス、パナソニックルミックスのカメラ自体は最近は日常では一番頻度高く使ってます。まあやっぱり旅行に行く時とかはソニーのカメラ使ったりとか、まあはたまたね、お散歩の時はライカ使ったりとか、いろんなカメラ使うことがあるんですけども、じゃあ普段使いでこう定番として持っていくカメラでどれが一番使用頻度が高いかと言われると、結構ねこのルミックスのカメラが多いのかなと思います。でなんでかっていうと、大きく理由は2つあって、1個はもうシンプルに色味ですね。まあ色というか絵作りみたいな部分なんですけども、なんかね立体感があったりとか、コントラスト、色の入り方、それがね結構自分に合ってるんですよね。なんかソニーよりも1段階立体感があったりとか、1段階コントラストっていうのがうまい具合に出るっていうのが結構パナソニックのねカメラの特徴だったりするのかなと僕は思ってるので、結構その部分が好きでよく使っています、最近は。まああともう一個、手ブレ補正、これはすごくて、特にねこのレンズ、もう何回も僕は動画で紹介してるんですけども、このねシグマ 28-70mm、 このレンズの存在がめちゃくちゃ大きいです。このシグマ 28-70mm っていうのは F2.8 っていう低い F 値の透視のレンズで、かつ結構広め、広角 28mm から中望遠 70mm まで使えるズームレンズなんですよ。それでいてめちゃくちゃ軽いの、重さ 500g 切って確か 470g ぐらいかなの重さで使えるこのレンズで、ソニーのバージョンの E マウント用のレンズっていうのも出てるんですけども、そっちのレンズよりもルミックスのレンズの方が良くて、なんでかっていうと、ソニーの場合ってソニーのカメラはソニー純正のレンズ、要はソニーから出してるレンズじゃないと動画の時の手ブレ補正っていうのを聞きづらいんですよね。対してルミックス、パナソニックルミックスのカメラはこのシグマのレンズでも結構手ブレ補正効くんですよ。しかも最近アップデートでより一層手ブレ補正がね強化されたということもあって、ちょっとねまだアップデートしてないんですけども、その辺もあってこうコンパクトで便利なレンズを、しかも動画で手ブレ補正強く使えるっていうのはこのルミックスの特権なんですよね。この S5II のめちゃくちゃいいところだと思うんで、そこを押して僕はね普段使ってるんですが、ちょっとねまだ旅行の時に本当に本格的な撮影をするときにパナソニックルミックスのカメラを持ってけてるかって言われるとそうではないんですよね。それはまあちょっとね理由がいくつかありまして、今日はそこんところのお話、やっぱこう普段ね旅行とかで本格的な撮影、スローモーションとか撮りたいと思ったときに、こうソニーのカメラの方がやっぱ安心感があるなと思ってソニーを持っていってしまうと、まあ、そこの理由も含めて僕は今回ねもう改善してほしい、できればこれ改善してもらって新しいカメラが出て、で将来ね S1-2 っていうのが出ると思うんですけども、その時にはなんならメインをルミックスに据えたいぐらいの気持ちがあるんですよ。すごくそのぐらいの気持ちがあるので、これはちょっと改善してほしいなっていうポイントを今ご紹介させていただいて、できればこうパナソニックのね担当者の方に届いてくれればいいなという気持ちで今回は出させていただきます。なので最初にも言っている通り、もう大好きだからこそこの欠点が気になるというところで聞いていただければと思います。早速行ってみましょう。ケイスケの動画。はい、でちょっと前置きが長くなってしまったんですが、今回はこうルミックス、パナソニックのカメラの許せないところというところでお話をしていきたいんですけども、まあダメなところってところですね。でもちろんこうカメラメーカーによって得意不得意っていうのはあると思います。やっぱソニーを使ったからこそここが気になるとか、そういう細かい部分ももちろんあるんですけども、特にやっぱ1年ぐらい使ってて、いやここはもう少し改善してほしいなと思う4つぐらいを持ってきました。まあもちろん他にも細かいところはあるんですけども、そこはあくまでこうルミックス、パナソニックルミックスのカメラの特性としてなんとなく許容はできる範囲なんだけど、この4つはもうできれば早急に直してほしいなっていうポイントなので、まあ逆に今見てくださってる方はこの4つのポイントに気をつけつつ使えば、より一層こうねパナソニックのカメラっていうのが使いやすくなるんじゃないかなと思います。ということで、まず1つ目めちゃめちゃ気になってるポイントが起動の遅さです。これはね結構気になる。このねパナソニックルミックスのカメラ、まあ
確かちょっと GH6 とかマイクロフォーサーズ系のカメラ覚えてないんですけども、特にこのね、ルミックス S5II を使ってて気になるところが起動の遅さです。まあ通常使ってる分には普通に遅くないんですよ。例えば今もね、こうやって起動します。ほいほい、すぐつきます。なんで、普通に使ってる分にはいや起動遅くないじゃんと思うんですけども、確か5、6時間だったかな、なんかスリープモードみたいに入ってる状態と完全にバッテリーが切れてる状態と2種類あるんですって。なんで前回起動したところから結構時間が経っちゃう、ちょっと正確に調べてないんですけど確か5、6時間経っちゃうと完全こう電源オフモードみたいな感じになってしまって、次に電源つくときに時間がかかってしまうという感じです。だいたい起動するのにまあ10秒とは言わないんですけども、結構5秒ぐらい、あれ壊れたかなって思うぐらいにやっぱ起動にね時間かかってしまうので、ちょっとそこは不便だなと思います。まあもちろん朝ね電源をつけちゃえばそんなに問題があるポイントでもないと思うんですけども、まあ、ただねなんかいざとなった時に電源がつかないと焦ったりとか、なんかねモードが切り替わらないなとか、なんかこう使おうと思った時に一呼吸置かなきゃいけないっていうのが少しこうね不便に感じるので、やっぱそこは一個直してほしいなと思います。ということでまず一つ目はこのね起動の遅さっていうところで、二つ目は写真撮影の時なんですけども、写真撮影のまあ主にレスポンス面ですね、これはね良くない。うん、このね S5II もどっちかっていうとやっぱ動画に強いカメラなんですよ。なんで写真はそんなにこう強くはないと思ってるんですよね僕は。まあ、とはいえ出てくる絵はいいんですよ。出てくる写真はめっちゃ綺麗で、僕もね結構ルミックスの写真めっちゃ好きなんで、なんか撮った後に編集したらうわめっちゃええやんって思う時もう本当にあるんですけども、ただ撮ってる時はややフィーリングが悪いです。例えばあのね僕が主に言ってるところなんですけども、例えばですねこのねブラックアウト、こうわかるかな、これちょっとシャッター切るんですけど、このさ切るたびにちょっとブラックアウトするんですよ。で連続で切るとずっとブラックアウトしてるんですよ。こうやってわかります、これがね不便。結構僕の場合はあ撮りきたと思ったら連写モードに変えずにこのままこう撮ったりするんですよね。でもこの間ずっとこのね画面真っ暗なんでどこ撮れてるかわかんないですよ。どんな構図で撮れてるかがわからないと。もちろん連写モードにすりゃ解決するっていうものもあるんですけども、ただやっぱすぐに連写モードに入れられないので、ちょっとこのブラックアウトきついなと思ったりします。本当に 0. 何秒とかの話だと思うんですけども、ただちょっとだけ他のカメラに対してブラックアウトの時間が長いかなと僕は思っちゃってるので、そこは1個直してほしいなと思うポイントです。ケイスケの動画で写真に関してはもう一個大きな欠点があって、マニュアルモードでの露出問題、もうこれはね結構ね致命的だと思うんですけど、僕は普段結構 A モード、要は絞り優先っていう F 値だけ変えてあとはオートで撮れますよっていうモードを使ったりするんですよね。なんですけどマニュアルモードで撮りたい時もあるんですよ。要は ISO、F 値、シャッタースピードっていうね写真の明るさを決める3要素があるんですけども、それを全部自分で設定してマニュアルで撮影するというモードを使う時もあるんですが、なぜかルミックスのカメラ、なぜかパナソニックルミックスのカメラはこの設定が反映されないんですよ。あのすいません、あのこのルミックスのマニュアルフォーカスの件、マニュアルフォーカスじゃないマニュアルモードの件、僕のミスでした僕のちょっとね設定反映プレビューがここにねうまくいってなくて、ちょっとそれで勘違いをしておりました。大変申し訳ありません。なんですかねマニュアルモードを使う時のデメリットはね他にちょっとあったので、ちょっとその話をどっちかというとしたかったんですよねその話をしたくて改めて撮り直しております。でマニュアルモードですね、使った時にこの露出設定反映がされないっていうのはなんかね僕のこのカメラではデフォルトでそういう感じになったんで、まあ、ちょっとそれをオンにしたら、ちゃんとオンにしたらあの通常通り露出は反映されるようになったんですが、シャッター半押し問題というね新たな問題がありまして、なんとですねマニュアルフォーカスの状態で、あれこの前触った時と挙動が違う、半押しをする、シャッターを半押しをすると、その時に露出が逆方向に動きます。どういうことだっていうと、ちょっと暗めに撮りたいなと思った時に、そのオートフォーカスのなんか精度を確認するために一回画面がバッて明るくなるんですよね。なんかですね僕がちょっと他にね検証した時があって、その検証した時はですね、この露出を調整した時にシャッター半押ししてる状態だとずっと撮影時の露出が変わった状態だったんですよ。わかります？だから例えば、
ちょっと暗めに撮りたいなと思って、例えばマイナス1ぐらいで撮影したこうと思って、マイナス1ぐらいのこうマニュアルモードで、ISO、シャッタースピード、F 値っていうのを設定して、撮影しようとすると、シャッター半押しして、シャッター切るまでは、もう明るい状態なんですよ。なんで、ちょっとプラマイ0ぐらいの感じの露出で見えてて、撮れた写真は暗いっていう感じになってました。なんか逆もしかりで、明るい写真を撮ろうとすると、シャッター半押しした状態、シャッターで切るまでは暗くなるって感じだったんですけど、今いじってみたら、シャッター半押しして、まあ、1秒とは言えないけど 0.5 秒ぐらいしたら、ちゃんとその設定した露出プレビューに戻るみたいな感じになってました。あれ？これ何？あ、ごめん、わかったわ。わかった。オートフォーカスを探してるときは露出が変わります。なのでシングルAFにしたらオートフォーカスがあってからはそこから動かないので、追い続けないので、そこで露出がちゃんとマニュアルフォーカスで設定した状態になるんですけども、コンティニュアスAF、要は半押ししてる間ずっと被写体を追うっていうモードの場合は、ずっと明るさが設定した明るさと違う明るさになります。これだよ、分かったことだ。今これでした。これはね、結構困るのよ。結構僕は、シングル AF じゃなくコンティニュアス AF っていうのでね、撮ることが結構多かったりするんで、その間全然露出違うみたいな感じになったりするのが割と困るんで、そこはねすごくまあ困るところというか、ちょっとね撮影でやっぱ使いづらいのと思うポイントでした。ということで、良かった検証ができて。はい。って感じで、使いづらいところ、ちょっとね、意図したマニュアルのプレビューの話とは違ったかもしれないんですけども、まあ、こういうね、これは、まあ、もっくんも、カメラのもっくんも、YouTube ね、やってるカメラのもっくんも言ってたところなので、ぜひね、直してみてほしいなというところです。パナソニックさん、聞いてますか？はい。ということで、また編集してる素材に戻ります。まあ、どうだろう、どのぐらい使う人がいるかっていうのは分かんないんですけども、結構僕の周りでも、写真をねマニュアルで撮るっていう人多いと思うので、ここはかなりこうプロというか撮影の現場に入る人としては割と致命的な部分かなと思ったりします。でちなみにこれは動画の場合はちゃんとね画面に反映されるので、動画の場合は問題ないです。なんですけど最後一個こう許せないというかダメなところ、ラスト一つが動画のポイントなんですけども、これもねレスポンスです。ちょっと今お見せできないんですけども、動画もですね、録画の開始停止、この時に本当に本当に0コンマ数秒だけ止まるんですよ。これがねちょっときつい時がある。もちろん普通にね、静止してる人、静止してるものを撮る時は全然問題ないんですけども、例えばさっき言った動いてる鳥とか動いてる電車を撮る時に一瞬画面固まるんですよね。こう電車に合わせて動かして今だと思ってレックを押すとパッて画面が固まるんで、パッと固まって固まりが終わった瞬間にはちょっと通り過ぎてるみたいな感じになっちゃったりするんですよ。なので決定的な瞬間を割とね取り逃しやすいんですよね。そこはすごくねルミックス、パナソニックルミックスのカメラのもったいないところだなと思います。まあ最後に紹介したのは本当動画面なんですけども、動画はね全体的にすごくフィーリングはいいんですが、そのレスポンス面に関しては若干気になってて、まああと写真の面ですね、起動の差とか。なのでちょっとここのね動画の面、動画のレスポンス面はなんとかしてほしいなと思っております。ケイスケの動画、はい、ということで4つ紹介してきました。でこの4つ、まあ今ね見返してもらったら分かると思うんですけども、基本的にはレスポンス面です。やっぱねこうちょっとパナソニックルミックスのカメラって若干他のカメラメーカーからするとややレスポンスが悪いんですよね。今って結構ソニーもアルファ1だったりとか、あとはまあニコンの Z9 とか、そういうブラックアウトフリーみたいな、写真撮ってもブラックアウトしないよみたいなカメラもあったりとかするし、まあ本当にそういう最上位機種じゃなくても全然アルファ7-4とかニコンのまあ ZF とかね、そういうカメラもすごくフィーリングがいい、すごくレスポンスがいいカメラが多いので、それと比べちゃった時に若干ねこう全体的なもっさり感があるっていうのはすごくもったいないなと思います。まあ、実際に出てくる絵はめちゃくちゃいいので僕も引き続き使い続けはするんですが、やっぱりこう現場投入したりとか、やっぱ旅行の時とかに安心して使いたいよとなった時に若干そこはねネックになってしまうので、ぜひ次改善してほしいなと。また今僕と同じように S5II 使ってる方とかはちょっとその辺があるよっていうのを念頭に置くと、撮ってくる映像とかあとは写真とかもねミスが少なくなるかなと思いますので、ぜひ今回の意見を参考に使ってみてくれると嬉しいなと
思います。本当ね、デルエは素晴らしいし、使い勝手も本当手ブレ補正がめっちゃ良かったりとかするので、その辺は正直大好きです。大好きなんで、引き続き頑張ってほしいなということで今回の動画作らせていただきました。いかがでしたでしょうか。逆に興味を持ったよという人がいれば、ぜひ概要欄の方にもリンク貼っておりますので、チェックしてみてくれると嬉しいなと思います。まあ、今発売されているカメラの中でスペックとコスト考えた時に一番僕はコスパがいいカメラはこれだと思うので、ぜひね、皆さんも検討してみてくれると嬉しいなと思います。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。また写真動画好きコミュニティの屋根裏も運営しておりますので、ぜひ気になる方は入ってくれると嬉しいなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。